はい、いよいよですね、オーラス決勝です。決勝なんとですね、なんと、城野選手と柏木選手がシングルで、決勝です。ちなみに柏木選手は、アマチュアの方ですね、はい、プロを何やってんだみたいなね、西哲平を下し、田畑修司を下し、そして男子シングルの決勝に行きました。はい、なかなかやりますよね。西哲平にも勝ってるんで、まあ、本物だと思いますけどね。はい、楽しみな若者が登場ですね。サウスポーなんですよね。で、女子のプレミアリーズの決勝はモッチと、先ほど来てくれた原田睦美選手ですね。はい、まあ、ちょっとね、フォームちょっと癖があるんですけどね、まあ、数々のプレイヤーを倒してここまで来てますね。まだ年いくつなんですかね、彼ね、20歳ぐらいですよね。まあ、前回山田選手に勝ってますんでね、前回というか大分大会ですね。まあ、大したもんですね。 24g のバレル持ってます。どういうことなんでしょうね、 24g のバレルを小野さんが持ってらっしゃるんですね。はい、まあちょっとまだね、この癖がちょっと悪い癖はありますけど、まあでもね、ダーツ歴もまだ1年ぐらいですよね。はい、こんなすごい脱歴1年ですよね、彼。こんなダーツ歴1年の選手がいるんですかね。 24g の、あ、バレル待ってますね、持ってますね、すいません待って、アホっすね俺、すいません。 24g はちょっと作れないですね、多分 23g ぐらいだと思いますけどね。でも 23g のバレルすっごいっすよ。これはもう僕言っときますけど、試作品作ったんですけど、威力が分かります。はい、重いバレルの威力っていうんですか、フライトをぶち破るエネルギー、パワーっていうのはですね、ちょっと驚くべきことですね。はい、思い出されるだから多分プロの世界ももうギリギリまで思いだと使うプレーが出てくるんですよね。はい、はい、それで柏木選手、いやでもやっぱ縦ライン合わってますね。さあ、プロの意地としてもここは負けられないところ。城野弘樹、いやプロセグメント大丈夫っていうか、プロのねルールが、そういうルールなんですし、セグメントはそこまで問題ないと思いますけどね。はい、コンドルティップ、まあ、痛むのは早いですよ。痛むのは早いですけど、ほぼ問題ないですよね。コンドルティップはですね、ほぼ問題ない感じでした。まあ、痛むのは普通のバレルよりはやっぱ早いですけどね。はい、そしていいんだ。あ、アレンジですね。すいません。アレンジでいいんです。そしてここですよね、この迫力のある攻撃、残に上がらないといっちゃうよみたいなね。はい、さあ、プロの意地としてもここは負けられないところ。ナイスアウト。
あ、そして、今度柏木選手先行のクリック。3本は痛いですね。さあカットからの加点までいけるのか。先に進む。そしてオーバーカット。オーバーまで。どうする。そうですね。そして下、うん、プロの意地を見せてほしい。ジョーン、さあここ3本使った。さあ16、うわーこれは上ですね。ガーン、これよくあるパターンですね。上下上ね。さあオープン。インナーから。うまい。さあプロの意地を見せるか、ジョー。さあそして今度はジョーの先行のクリケ。ビッグラン、ビッグラン。ここの辺ですね。まだ横ぶれ多いですね、柏木選手。
シャカットから。これできついですね。はい、2年ぶりに親戚のおばさんから電話なんで何事かなと思って電話ずっと行き違いになってますけどね。はい、5マーク。さあカットか。すごい迫力のある攻撃。Bヒックラウンド、さっき言ったね。いやー、うまいですね。トンエーティーからこれどうすることもできないですね。昨日のゲイツみたいですね。はい、あ、もうビッグラウンド言いました。あ、木原奈美プロ優勝。うわー、強い。いいじゃん。いや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 。まあ、ちょっと柏木選手もね、まだ荒いところありますんでね。でも、まあ、まだ打席1年ですからね。1年で23とかありますからね。ありえない。素晴らしい強さ、素晴らしい。プロの面目を守りました。ジョーノ、ジョーノ君これでないですか。あ、はい、じゃあ、あ、モッチどうぞ。おめでとうございます。はい、今日はちょっと悔しかったんですか。悔しかったです。で、それでちょっとシングルで一気に挽回みたいな。モチが来ました。モチですね。はい、1年で、の柏木選手は23よね。今の左利きの。23ってどういうことですか。レーティングは23。柏木選手。選手、確か。1年です。はい。初めて1年で23万。そうそうそう。すごい。そうそう。この間山田に勝ったよ。すごい。すごい。で、もち今日どうだったの？決勝は。ストレート。いや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 。三レッグで。あ、決勝ですか？決勝。あ、決勝はストレートです。ストレートで。ブルー決まった。ブルー、微妙な。話し合わないのに、そんなことないです。あ、おめでとうございます。あ、こちら、表彰までよろしく。ナイスダーツですね。こう、僕挟むように。はい。いいよ、よかったね。失礼します。よかったです。よかったね。ちょっとヒヤヒヤしてた。これ優勝されたら困れはしないけどさ。早いですね。え、優勝されたらね、ちょっとトリニダードみんなやられてるから、はい、はいはい、西哲平もやられたしね。確かにですね。すごいよね。誰にやられたんですか。さっきのあのサスポーの21年で23の人。1年ぐらいよね、まだ柏木君。そうですね、前々回山本さんにも勝ってましたもん。あ、さっき勝してた人が23の人。そう。そうなるほど。これ1年ぐらいよね。2年ぐらい。1年。雨、そうだと思います。全然期間ないと思います。そう。すごい。ダーツ始めて1年でこんな上手くなるの見たことないですね。すごいですね。あれ、息子さんかな。息子さんかな。息子さんかな。あ、息子。俺でも俺の方がやっぱ顔ちっちゃいね。いや、僕こうしとけば大丈夫。いやいやいや、ちょっと待って。あ、本当、俺の方がだいぶちっちゃい。もちもち3人ならば、はい、あ、まあもう大中小になってます、ね、大中小。どうだった。よかったね。いや、はい、なんか決勝バリバリやったね。最近調子いいの。調子的にはよく悪くあるんですけど、うん、24悪くて23、4ぐらい。あ、なんでひそひそ声。あ、ひそひそ声で話してた。いや、しょ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 ごい。いや、もう多分ね、モッチに釣られてる。すいません。あとこっちの試合。あ、はい。音が、はい。あんまり大きく。そう、試合がやってるんだよ。はい。ごめんね。え、チーム北島。あ、北島チーム北島です。あ、違います。ヒッチャメン。いつもピンクの T シャツ分かりますかね。分かる分かる。チーム北島。いや、チーム北島じゃないです。そこはチーム北島と否定はしてしまうという。はい。モッチさん、おめでとうございます。 ありがとうございます。ねえ、モッチどう、最近だいぶ
いい感じ、戦える戦力になってきた。まだカチッと決まらないんですよね。カチッと決まらない、カチッと決まらない、いけると思うんですけど、カチッと決まればいける。パーフェクトでね、なんかカチッとカチッとしたい、カチッとさえ決まる、カチッとね。で、今日どうだったの、あの決勝やる前やりにくかった。いや、そのマックス決勝で僕やらかして、また王さんに勝たせちゃってるんで。そうで、あれ だいぶ問題は、はい、あいつ本当調子乗った、はい、本当に、うん、なんでやっぱ 2-2 で変えるのは本当に嫌なんで。あ、 2-2 でね、はい、そうね、絶対優勝しようと思って、絶対優勝しようと思って、はい、あとポイントも、うん、結構また入れ替わると思うんですよ。あ、今何位、プレミア僕4位だったはずなんで、うんうん、またでどうなんの、多分てっぺさんも負けて、注ぎも負けてるんで、結構また上がると思うんですよ。モッチさん、バレル作ってもらってください。そうね、モッチバレル作りたいね。ないんですか、結果出てないんで、全然まだまだ。いや、やっぱりね、バレルね、作るとなるともうちょっと活躍してもらわないと、なかなか売れないんですよ、レディースバレルは。でも、持っちゃって大丈夫かも。だって、持っちの青ユニフォームいいねって言われてる。あ、これですか、はい、ええ、そうなんですね。かわいいです。かわいいよね、はい、似合ってますね、はい、似合ってます、はい、そっか、持ちバレル作ろうかな、はい、ね、見たいです。見たいよね、持ちどんなバレルが好み、はい、どんな感じで作りたい、作るとしたら。難しいですね。グラムとかどうなんですか。グラムは、そんなにそこそこ重ければ、そこそこ重い方がいい、やっぱり重い方がいいんですか。やっぱり重い方がいいよね。重い方が、俺投げて思うの、はあはあ、やっぱ重ければ重いほどやっぱり入るね、あの、あ、入るから、あの、はい、バレ押しのけるの。そうですね、感触が残りやすいですよね。それと、はい、あの、干渉した後に、今に狙うところちっちゃいじゃない、はい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 、干渉した後にやっぱりこう入り込むよね。なんか直進性がズサッていくよね。そうですね、あれは絶対いいなと思うな。楽にセグメントが大丈夫かなってちょっと心配やけどね。ああ、そうそうそう、今 21g とか。いや、そう、飛びが良ければの話ですけどね、うん、あ、そうそうそう、でももち飛びいいじゃん今。全然ハード刺さらないです、うん、もちさんバレル作る、そうね、もちバレルちょっと検討しようかな。じゃあもち、あの、今度決勝ぐらい行ってよ。優勝して、優勝。そうなんですよね、優勝は。で、名前何にしたい。え、名前なの、なんかね、あ、でもやっぱモッチだからやっぱりあれでいかないとダメだよね、うん、例のやつで。何ですか。いや、前ので。あ、マルコ。マルコで、だってマルコで漢字じゃん。ね、で、ジョーノ君もちょっと頑張ってもらわないと。今日の感じだといけんじゃないの。そうですね、やっぱ強いもんね、バレるね。いや、もう必死なだけなんですよね。もうちょっと技術をこうつけて行きたいですね。もうちょっと余裕を持ってダーツしてみたいです。ジョーン、打ち上げどこでする。どこでしてもらえるんですか、ね、熊本の人か佐賀の人かも分かんないで、そうね、はい、まあ、ということでですね、あの、今日は両並びでチャンピオンに来てもらいましたけど、はい、次回は熊本、あ、じゃあ鹿児島だ。鹿児島ですね。鹿児島来る。鹿児島で王さんと喋ってて、はい、組むか出れたら。王さんって誰。王穂さん。王穂さん、はい、王穂さん、ね、はい、前々から鹿児島出る。鹿児島出ます。フェニックスカップイン鹿児島、はい、来月っす。来月鹿児島サンロイヤルホテル、去年のとこです。心配なのは台風。あ、来てるんですか。いやいや、ダイヤ来るんですか。1ヶ月ぐらい。うどんかラーメンってよ。うどんで。ジョンさすが。ジョン今日良かったです。褒めてあげてください。い、今日はね、頑張りました。いいダーツしてましたよ、ジョンちゃん。あ、なんで水素具さっきのね、ごめんなさい。水素具はちょっと試合が合ってるんで、ちょっとトーン落としてます。僕の声高いから響くんですよね。うん、俺の声聞こえるんですよね。ここが、いや、低くしても聞こえるんですよ。通る声、ね、通る、うん、とにかく通るらしい俺の声。ああ、さあ、ということでね、9月18日、あの、もしあれだったら、あ、参加されてください。
願いします。よろしくお願いします。じゃあうどんかラーメン、はい、はい、うどんであっさりいきたいと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。どうでした、優勝おめでとうございます。優勝おめでとうございます。はい、ということで、優勝したお二方に来てもらいました。あ、城野選手と宮本、あ、すいません、木原選手に来てもらいました。どうもありがとうございました。はい、じゃあどうぞ、これから表彰に参ります。